楽しかったです。いろんなこと試すっていうのを皆さんがやってくれるので、みんなが自然とそれに乗っかっていって、まあどこまでやっていいのかっていうぐらいやりすぎてくれるサスケくんとかがいるのですごいみんなでいろんな挑戦をさせてもらえたなと思います。例えばどんなところやりすぎちゃいましたか？覚えてる範囲で、言える範囲でお願いします。バク転、恐竜なんかもう言ってる、なんかちょっとよくわかんないですね、ワード聞くとバク転をしたりとか、カホさんとか亀蔵さんもバク転してくれて笑わせてくれたりとか。側転か。バク転僕できない今みんなバク転してるの想像するのすごい世界なんて側転でした。あとはね、ティラノザウルスによくなってくれて感情がね、湧き上がると恐竜になっちゃうんだよねでもしっかりと封印されましたカットしましたっていうふうにすごいみんなで楽しく稽古をさせていただきました